えー、こんんにちは吉田さん人生ってほんとあっという間に終わりますよねあっという間に終わるってことはやっぱり多くの場面で先行者利益って言ってね先着順でそれに手を出した人それに気づいた人それに行動を向けた人がやっぱりね有利な立場になるんですよ必ず成功するとは言えませんけども有利な立場になります、まあ、例えば私こういう風に思うんですけどもまあ一人ね女の子がいてでまあ平凡な男性と なななんととく付き合いい始めるとするじゃないですか。でねそこにね新しい男性結構イケメンの収入も高い男性が現れるんですよであ,あの女の子いいなと思ったところでまず彼氏がいるなと思ったらこの人は別のところへ行こうっていうふうに行く可能性が強いですよねこれが何を意味するかっていうとこちらの平凡な男子が先行者利益を得たってこことなんですよ。こっちの女性ももう付き合ってるわけですから基本的にちょっと気になる人がいてもまあ今彼氏いるしなみたいな感じで まあ基本的にはあんまり別の方をね見ないようになると思うんですよ。でも逆にですね、この方がいなくて、この女性が一人だった場合、さっきのイケメンがね、たまーにパッと通りかかって、あれフリーじゃんと思ったらどうなるかっていうと、こういうふうにお付き合いが始まるんですよ。で、先ほどの普通の人が、あ、あの女の子可愛いなと思ってここまで来て勇気を持ってアタックしたらどうなるでしょうか。やっぱり選ばれる可能性低いですよね。だから恋愛もある程度、 先着順なんんじゃななないかなと思うんですよねなるべく早い方が男性にとっても女性にとっても2人にとってもそれから他者にとってもいいんだろうなと思いますでビジネスもやっぱり先行者利益のところが大きいですよねもちろん高校者利益って言って先行者の失敗成功を吟味してね後から最高のポジションでスタートする人がいるこれも分かりますけどもだから2匹目の土壌3匹目の土壌は有利ってこともあります でもやっぱり先に始めてる人が名前も売れるしそれからねその人に憧れてくれる高校後発組もいるんで何かと仕掛けやすいですよねじゃあ YouTube ってのはどうなのかなと今でも先行者利益なのかなっていうふうに考えた時にほとんどの人はいやもう遅いよって思うと思うんですよでもねそこがつけ目なんですよ多くの人が YouTube はもう終わったと思ってるからこそ今始めて有利なんですよ これは投資にもよく言えるんですけども、まあ暗号通貨はもう終わったと。もうベタベタに落ちちゃった。もうビットコインが30万切るような値段になった時に仕込んだ人が今、ブレイクしてるんですよ。ビットコインは一時期240万をつけました。その時に暴落して30万まで落ちました。その30万まで落ちた時に終わったんじゃなくて、あ、先行者利益なんだと感じれるかどうか。ここなんですよね。私も放送をずっと続ける中で、ビットコインがね、 50万切ってはて30万になっちゃいましたっていう時に思ったんですよ今はチャンスだとだから私は改めてそこで仕込むことにしました以前のビットコインは私はね、まあ、詐欺のなんかに全部取られちゃったんですよその時のビットコインはほとんどなかったんですけどもね、うん、ビットコインバブルがいわゆる出川組っていうねいわれる2017年2018年が終わってから私はビットコインが安値つけたなと思った時にね まあ、ある程度買ったわけなんですよねその時イーサリアムも買い増しましたで XRP これはねその時にさらにね包装しながら買ったんですよ大量取得しましたでいつ売るかという計画もその時に提示しました、まあ、計画通りに XRP は売り抜けたわけですよねでビットコインとイーサリアムは今売るのがもったいないような価格で上昇を続けてますということでとにかく先行者利益 先にすることそして YouTube はいまだに先行者なんですよなぜならもう終わったというふうにしてやってもないのに手を出さない人がいまだに多いからなんですよね吉田さん YouTube 流しながら卓球しててもちゃんと再生されて収入入入ってますよね私たちはこのバカ正直バカ一本でやってきたこの YouTube によって今ねものすごく励まされてますね応援されてますねいいじゃないですか 吉田さんが昔取った篠塚卓球の腕を披露できるのもね卓球の技術がいまだに死なないのも YouTube が私たちの暮らしを支えてくれてくれたと思うんですよどんなに昔ね得意な分野があっても今それをボランティアに行ったりなんだりして発揮できなくて埋もれていくそのね埋もれた才能がどのくらいあるでしょうかかつてのインターハイインカレッジの選手ねスポーツの道に進まずに 今、他の仕事をしているとき、昔取った絹塚を発揮しようと思っても、その場所と時間、なかなかないですよね。私たちはあるわけですよ。ね、インターハイ、インターカレッジ、出たわけでもなくても、ちゃんと昔の能力を発揮することができます。YouTube、万歳 !YouTube はいまだに先行したというふうに私は、もうしっかりとね、ここで意識させていただいております。いってらっしゃい